のんちゃんの行楽リポート紹介です。まだ3連休は続いております。こちら高山稲荷展望台からということです。すごい綺麗な景色が広がっていますね。稲荷ということで、なんて言うんですか、千本稲荷とか言いますよね。続いていることが展望台だから上から見てね、確認ができます。ちょっと曲がりくねってね、続いているんだ。それウェザーミュージック今日やればよかったじゃないですか。で、今彩香さんと小袋さんでワインディングロードウェザーミュージックにあるので歌いたくなっちゃいますね。ねえ、歌いたい。歌っちゃダメというか、曲がりくねった稲荷見えておりました。あと橋もねかかっているので、それもねまた相まってとても綺麗な景色、まあ、日本らしい本当に景色ですね。いいお天気ということで、お天気に巡り、あ、めぐ、ん?お天気に恵まれてよかったです。みんな歌わせないでください。いいな、みんな歌えるのいいじゃないですか。スタッフさんもね歌い放題で歌ってきましたけど。私はダメなんです。いや、じゃあ次行きましょう。次。あ、群馬県江戸市、リポーター名タカさんからいただきました。田んぼアートと明智線ということです。おー、田んぼアートとっても素敵。え、どうなってる?なんかこう当てはめただけじゃないですよね。なんか上にシールみたいな感じでペタって乗ってるように見えるんですけれども、どうやってやってるんだろう。すごいですね。岐阜県恵那市ということですけれども、田んぼアート、大仏さんかな?ねえ、あ、大仏じゃないな、僧侶、お地蔵さんか、お地蔵さんだ、お地蔵さんの絵がアートであるということです。ね、なんか遠近感覚がなんか不思議な感じに見えますよね。明智線も通っているということで、すごいナイスショット。どちらに同じね、画角に収めていただきました。